か。それでは定例記者会見を知事からの発表事項はございませんので、皆さんからの質問を受けさせていただきます。いかがでしょうか。山梨地域新聞の佐田です。政府が進めてます今年度の補正予算に関して伺いたいと思いますけれども、現状で本件の影響について知事自身どのようにお考えですか。新政府がですね、今年度第一次補正予算のうち2兆5000億円を、執行停止をすると、今後さらにその上積みを図るということを決めておられるわけであります。県としてはこの本県のこの予算等への影響についてですね、できるだけアンテナを高くして、各省庁にいろいろアプローチをして、これが本県に影響があるかどうか、調査をしている最中でありますけれども、今のところこの2兆5000億円のうちどういうものが中に入っているのかというのはですね、つまびらかにされておりませんしですね、今の段階で本県が例えば6月補正予算に持ったこういうものについてこれはダメになりましたとかですね、そういうものははっきりしてないという段階であります。ただ、今入っている情報の限りでは、県の補正予算にですね計上したものでですね、執行停止しなければならないというようなものは今の段階ではまだないという状況であります。いずれにしてもこれから引き続きですね、情報収集に努力をしていきたいというふうに思っております。その補正に関連してなんですけれども、民主党政権内には地方向けの交付金、例えば地域活性化、公共投資、人事交付金なんかも見直しすべきとの声もあるということなんですけれども、その場合本件への影響というのは避けられないと思うんですが、知事ご自身のお考えを持ちかけないといけないです。それはおっしゃるように地域活性化経済危機対策交付金とか地域活性化公共投資交付金というようなものが一部であれ執行停止ということになればですね、これは大きな影響があります。本件としてはそういうものはですね、まだ6月補正予算、9月補正予算に計上していないものもありますけれども、そういうものについてもすでにこういうものに使いたいというある程度のですね計画は立てておりますし、それが実施できなくなるわけでありますから、もしそういう今のおっしゃったような地域活性化交付金というものが執行停止となればですね、これは本件にとって非常に大きな影響があるということでありますから、それに対してはそうならないようにですね、もしそういうような動きが本格化してくるということであればそうならないようにですね、我々としても国に強く要請をしていきたいというふうに思っております。よろしいですか。他にありますか。よろしいでしょうか。よろしいですか。じゃあ以上です。テレビ会見を終了します。